はい、皆様どうも、マフロです。それではドラゴンズ、言えてないね。ドラゴンズドグマ、やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ね、アークに侵入した途中のところで、切っておりました。その続きからになります。よろしくお願いします。では、行きましょう。また宝箱だな。いつか絶対落ちるな、ここはな。なんかある。つぶやき。なんか。おお。これは嫌な位置だな。やべやべ。ああ。最悪。ちょっとあの位置はないだろう。で、セージこれ瞬間火力出せないから、こういうところはすごい苦手なんだけど。落ちた。助走が足りなかった。みんな落ちてきた。ひょっとしてちょっと何してんの君たち。一緒になって落ちてこなくていいよ。危ない危ない。これで元通りですよ。進行マーカーが。ボスとか大丈夫か。蜂がいるけど。これで元通りですよ。これは第一のアークと同じか。ああ、俺にはそう見える。クラウスはすでにこの紋章を見ていたのだな。そのはずだ。一体この紋章にはどんな意味があるんだ。錬金術師ディアマンテス。はい、そこまで。出た。イリス。ジョゼフ、久しぶり。得意になって喋ってると殺しちゃうよ。もっとも誰もここから出す気はないけど。元気そうだな。レオのおかげ。あっさり私を切り捨てようとしてくれたあんたのおかげ。おい、ジョゼフを神殿へ送り届けろ。そうはいかないな。物知りさんは邪魔だからね。そのでかいのを頼む。俺はイリスを引き受ける。マジか。大型やばい。蜂の子がいるのに。大型に来た。なんか飛んできたよ。ええ、ガードできないの？
げえ溜まった。とりあえず燃やしとくか。もうゼロだ。こいつもしかしてゴーレムタイプ？ゴーレムタイプ俺やばいわ。少々時間を。何あれ、どこ攻撃すればいいのこれ。攻撃全然飛んねえんだけど。全体攻撃は通ってたな。弱点光かな。闇の攻撃だし。あ、ここ通るぞ。足、右足。もしかして順番か。次どこだ。あ、やっぱ右足なのか。あれ、あ、右足の正面しかダメっぽいな。ゴーレムと一緒でこれまさか一つずつ壊していけってこと。おお、あ、やられた。また呼吸が強いなこれ。おう、少々傷を負ってしまいましたね。頭か。よし、頭あった。通る。お、大力攻撃。なんとか立てそうか。この調子でやっていけば。あの子レベル8だけどすげえ頑張ってるやん。声出しに行くか。8で。これでもジョブによってすげえ苦戦しそうだな。見えねえ見えねえ。ひょっとしてもう足ダメになった。あ、まあ、生まれてる。わあ、頭しかダメか。ゆすれんのかなこいつ。通じねえじゃん。あれ攻撃するしかないのか。頭
はあ、聖人にはあの頭攻撃するの無理だべ。ああ、一応これがあるか。減らせれないな、でもこれじゃ。光にしようか。スタミナを減らさないと。少々時間を。届きませんね。あれ有効だね、ミスト。ああ、ガードしきれない。届きませんね。いろんな方向に飛んでくるからかこれ。じゃああれが有効だね、あの全方位のガード。間違えたこと。減らないな。あ、減ってる。多少は減ってる。耐えてから伝え連れてこよう。8はきついな。ありがとう。お、ケツに痛い。飛ばされたケツに。よし、ケツにジャストヒット。出る位置によってはきついな。でもにすればいいかな。本命令あれ聞いてたよね。ミストが全体攻撃結構いいかもしれない。そう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 、それそれ。あれ聞かなくなった。弱点探さなきゃいけないかな。ダメージ通るところを。ね、どこだダメージ通るの。腕か。どっから出てるこれ。
ここか、ケツか。ケツ攻撃しろってか。この野郎。こんなやつのケツ引っ張る趣味はねえぞ、俺は。しかもジャンプしないと身寄り届かねえ。嫌すぎる。なんてことさせやがる。微妙な位置にあるなこれ。ジャンプしないと届かないわ。なんでこんなやつのケツ引っ張らなきゃいけないんだよ。あ、やられてる。どこだ。入った。あれ、もう通んなくなった。あ、通った。手前影取ったら後ろも攻撃できないしな。ちょっとポンちゃんに頑張ってもらおう。いた。こいつマジであれだな、全方位のないときついな。いろんなとこから飛んできやがる。届きませんね。少々時間を。ケツに一発決めたいところだな。少々時間を。届きませんね。痛い。ちょっとケツに一発。もっちゃう。ああ、なくなった。くそ。ちょっとまたゲージ貯めよう。やられてる。ごめんよ、こんなとこ連れてきて。まだゴブリンとかと戦ってるレベルなのにね。なっちゃった。アタックってやられてる。キッズアタックもう一丁。こんねえかな。これで決めたいけど無理っぽいな。あ、凍った。よし、まだ削りきれ。勝った。きっついな。
敵の増援だ。よし、ジョゼフを外へ。おお、すまない。世話になるよ。ジョセフさんは魔法使いっぽいなのに戦えないのか。また敵。こいつは毒性ハンターの敵か。されてるから、バーストは出せるのか。封印も治った。直してくれる。ここもう用なし。追いかけなきゃいけないのか。よし、いた。安全な。なるほど。まあ偉そうに言わないから頑張ってみよう。偉そうに言うやつの命令は聞きたくないが、謙虚だから許そう。少々時間を。なんだその妙な連携は。そんな変な連携されるとガードできないんだが。どこだろうな。こっちかな。まあこいつ倒さなきゃいけないだろうな。まだちょっと攻撃のパターンが読めない。もう12になってるよ。はい。スパルタだけどいい感じ。ここなんもない。宝箱だけか。オニキスかい。この部屋意味なかったか。こっちで合ってる、合ってるわ。
少々時間を。またこれか。了解した。手を取られてこれ。脱出か。お土産気になるぜ。敵排除開始する。よし、僕がやっつけます。虫を見たくはないですよ。おー、やべえ、見つかった。入れ。もううっとしいな、ほんまに。キメラはよ。さあ違う。じゃあレーゼ戻りまーす。報酬なんかいっぱいくれないかな。報酬でもブラッドオーブとか欲しいよな。ブラッドオーブ全然足りないんだもん。あの意見を聞く。まだ長いのかな。とりあえず行ってみよう。長そうなら一回切ります。その通りだと思われます。絶対災いを呼ぶよね。
ああいうのってね。任務終了。あ、これだけかい。次受けるには、うん、まだ受けない。47まで。はい、ちょっとまだ先になりそうですね。まだ45に、もう20万ぐらいあるし、まだ。はい、メインミッションはまだ先になりそうです。進めれるのはね。はい、じゃあ今日はここで終わっておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。